試合開始となりそうです。さあ、ピックは先ほどと変化はあるか。まあ、やはりホライゾンが見られる。そうですね。そしてジブラルタルがいますね、チームはい。19。まあ確かにかなり開けたところなので、最初アンチなどではね、行きそうそうでな。すね。はい。あとミラージュもいるぞ、チーミム。ラージュもおりましたか？ まあミラージュもね、本当に上手い人が使えば。そうですね。初動とか最終とか強いですね。そうですもんね。クリニックとガーデンが練習の時ね、熱かったんですよね。ほう。距離が近いから、なるほど、なるほど。今回そう見でどすころですね。ね。あんたたち、あっちに着地するべきだと思うよ、ラジャ。さあ、映るチームはチーム16。エペしてないで原神しろと。じゃあ原神してきなさい。ということで、そうですね。レイン、ヒビッシュ、クリスの3名。結構構成はガチガチでしたね、先ほど見たはい。感じ。さあ、こちらチーム17、ゴキブリブラザーズ、ネババナナ、モネヒの3名は、こちらメタ構成と言われるようなホライゾン、カタリスト、ヴァンガロールの3名。そう、アンチはまあグロータワー、ハモンド研究所の中が中央とはなるい。ような、まあ、やや東寄りのアンチになっています。そう、こちらのチームはチーム20、アイアムアトミック、パンちゃん、マルベルの3名。いや、かなり物資がいいですいいでね、すチームね。20。ターミナル割と外れかなって思ったんですけど、ランドマーク的に。はいはい。いいですね。いいですね。さあ、ここはガーデンになります。ね、ここが毎回練習の時にドンパチやっておりました。さあ、近いですクリからね。ニックにいるのが先ほどのチャンピオンチームでそうすでかすね。ね、チームはい。12、バケモホラー、イッチ、卵ゆず、ああ、卵じゃないですね。モカさんですね。モカはい。さんですね。は失い。礼いたしました。ショットガンボルトを発見。さあ、レベル金2だ。アーマーボもル見トえは連てい続まボルトしを上げる。た。続いてはチーム13、男なのか、缶なのか。はい。さあ、こ一こ人はも。チーム14、自称最強パーティー立つ。もう一旦一人なので、アサリは終えて、ハイドの構え。ホライゾンなのか。結構隠れるのは難しそうな気がしますね。さあ、第2円も今見えてましたね。はい。ははは。若干軌道砲側両方に寄りっす寄ってますね。ね。寄ってますね。ここが始まってますね。お、始まりました。さあ、チーム6とチーム2の対決。ややチーム2、ユニコーンが不利か。ここは一旦逃げたいといったような動きに見えます。はい。聞いてますチームね。ですね。そしてチーム6はかなりアーマー状況も紫、紫、青と良かった。対するチームには少しアーマーが削られているのと、アーマー状況が良くないと。やはりランドマーク決まってるんで、このチームが来たっていうことで、逃げの判断材料にもなりますかね、やはり。確かにそうですはい。ね。ちょっとあそこ強いから今は当たりたくないみたいそうでな。すよね、はい。逆に、ね、強いチームだと攻めることもできます。さあ、ここははい。チーム5、彼女募集中。おっと、いいグレネードが入ってかなり削られおお。た。さあ、対するはチーム11、グレネード合戦になっている。
さあ、お互いに削られているので一旦立て直しを図るところ。いや、グレネードうまいな。いい音しましたね。マルグネ、まあ一回ね、あの強化されてからかなり使い勝手良くなりましたから。さあ、はい、ファイトが長引いたといったところで一旦お互いに逃げる選択肢、エステート側にチーム5彼女募集中は一旦退避と、はい、いったような形。さあ続いてリフト側でも少し戦闘が起きてそうでしたが、うん、3部隊。さあチーム1、さあ1人落ちた、各キルまで。これは2人チーム、チーム9打倒ハンナマン芋太郎。さあ別チームの介入も来ているぞ、アルマジロ。ここはチーム6優勝候補チーム、はい、先ほどは少しね早めに落ちてしまいましたが、素晴らしいタイミングの記憶です。さあ残るは1人チーム1。さあオルタネーターでなんとかしなく、弾がなくなってしまった。さすがに厳しい。さあ1人も落ちることなく、はい、ファイトを仕切りましたが、さあまた寄ってきてるぞ。チーム13、キム君、マブ君、ギャバマンの3名が寄ってきてますね。ただ漁夫にはいかなかったか、このようですね。そう、そしてタービンガーでも少しファイトが起こっていそう。ここでのファイトは敵が寄ってきます。はい、さあ間もなく第1円が、収縮完了。おお、いいところにグレが。さあそしてブラックホールを投げてアークスタも入る。さあ出てきたところを、うわー、落ちてしまってますや。さあチーム11残り2人。そう、いいピースキーパーの M。さあこれでレディアントトランスフォーを起動したがうまく刺さらず。さあ残りは2頭、ニャンニャンニャン隊がここで全滅。そしてチーム20の立て直しも成功、 I am アトミック。そうですね、はい、ここでも、さあここでファイトが起きてるぞ。さあ1人落とし切りました。さあそれを機に進めていくアルマク一人。ここはさすがに厳しい。さあただアンチからかなり遠いので移動は急ぎたいところ。さあここはチーム4、アンパンマンズ。さあいいグレネードが入って、さあユカチもかなり削られているぞ。そうですね、はい、あー、さあ RKQ で応戦するが厳しい。最後はグレネードで落ちてきたら、さあただ別チームの介入はありそうだ。さあチーム19、さあなんとか逃げ切れるか。さあネルが一人逃げていますが、お、そしてタツがハイドしていたところ。ああいますね、はい、一旦隠れたい。アーマーもかなり弱い、下手に気づかれたくないところだが挟まれているタツ。あっと、おっとバレてしまったな、これは。懸命に逃げてます。さあグラビティでULを入れるがブラックホール入れましたが、さすがに厳しい。はい、さあ追っていくぞ、ジップラインを使って。キム君が止まらない。お、ただ素晴らしい返しがあって、さすがにこれ人数優位でしたね。そうですね。さあ先ほどの試合に比べてかなりファイトが初動で起こっている。もうすでに12部隊のみとなっています。さあ北側ではファイトが起こりそうか。さあここは、滝壺ですね。はい、さあエバックが打たかれたところを壊していく。
さあチームにそこには敵がいるぞ、ね、さあ一旦降りましたね、降りましたね、何かを感じた、はい、さあ弾くことに成功したチーム16、ペペしてないで原神しろと、おお素晴らしいゲーム、さあグレネードを使ってさあ前に詰めていくのがチームに、ね、さあポータルをつないで車線を展開しようというところか、あ後ろ、ね、いやいい車線の展開かなり挟み込めている、さあハンティングビーストの音が聞こえた、一旦硬直状態か、ファイトが長引いての近くにパーティーはいないので、そうですね、はい、こなすそうですね、そう、そしてここはチーム5、彼女募集中、サイルスさんのイーム、おっと後ろからもチームが介入してきているか、3チームいるぞここには、チーム9、ね、ただここはもう1人だ、あっと後ろついたが、あこれはあなんでいるんだと言わんばかりの素晴らしいエイム99で決めていったが、そこにも敵がいた、さあいい加勢をしたところで、はい、2V2 の状況、ただもうリングは島に始めようとしています、さあここはエネルギー貯蔵庫、テトラ X が1人落ちているといったような状況、またもや北側がかなり詰まっている、さあ、はい、リリアントトランスファーのフォローがあって、さあチーム中にかなり状況が危ないぞ、チーム3がかなり削っているが、ファイ落としきるまでには至らず、さあ各地でファイトが起こっています、こちらの視点はチーム 3PPSさあ、あ前に詰めていて、おーウルトでニューキャッスルが、わあこれ下がりきれなかった、落ちてしまいましたね、はい、さあハンティングビーストが起動した音、そしてブラックホールも投げ込まれる、飛んできたぞ、いい連携だ、いい連携ですね、さあ角切るまで入れたいところだが一旦無視、かなり削られているぞ、ここはチーム2ユニコーン、先ほどはマサトが2位まで1人で粘っていました、今回も粘ることができるか、はい、チーム3こちらもトリプルがかなり削られている、さチーム12はまたもや万全ですね、安全にアンチを取りに行っている、フェロボリケードが焚かれて、さあここはバルキリーのアルティメットで一旦戦線離脱、そう敵はそこにはいな、いいですね、中はいるんじゃない、中はいるか、いますかね、ただなんとか事故も起こることなく入ることには成功しました、はい、かなりチーム12がいいポジション取れてそうですね、これは誰の介入もなさそう、逆に西側のアンチのチームが寄っているので、そこでのファイトでかなりチームが削られそうだ、さあクレーバーを持っているのがチーム5、彼女募集中のシグレですね、
うん、シーグレー選手ですね。はい、いやーここやばいな、1234これはこれは高台取ってるチーム17が良さそう。さあ防衛爆撃もたかれて、はい、スパイクトリップがあったので少し出にくい。さあ上を取り返す形、チーム16。さあパイプに乗った、ここのキーポジションキープしたい。さあ1人落とされているぞチーム16。対するチーム17も1人落とされた。さあ地獄が始まっている。あ、ここでチーム17全滅、そしてチーム16もかなり厳しい。これで落ちたでしょうか、落ちたような音が聞こえました。さあさらにチーム3、高台を取れているのが少し有利か。はい、おー素晴らしいエイムを見せていきましたカルム。さあ金バッグを持っているので立て直しが難なく成功しそう。さあここチーム5、チーム13ともに1人ずつ落ちている。さあバブ君がなんとか生き残っているが、さあ残るは5チーム14部隊13名になりましたね今。はい、そしてチーム12のこのアンチの強さ。そうですね、もう弾きゃいいなこれは。やらせあってやらせあって、かなり2連続チャンピオンが見えてきた。さあ残りは4部隊さあ弾く弾くフラットラインリピーター。いやー嫌がらせがひどいよそれは。やめてあげてくれ、エネルギーバリケードさえ入れていこうかというところ。さあチーム13、おバブ君が起きているぞ、立て直し成功。さあただ射線が厳しい。さあバブ君が落ちてしまった。フットが痛いですね。そうですね、エネルギーバリケードが入って、さらにはブラックホールも入っている。そしてチーム12はチーム13をもう壊滅させようとかなり詰めている。チーム3はなんとかアンチには入れそうというところが、さあここは削られているので、ね、チャンスがあるぞチーム3。いやーただ万全すぎた。2連続チャンピオン、2連続ですか。いやー素晴らしい。チーム12バキュームホラー1、モカユズキの3名。はい、おめでとうございます。おめでとうございま す。文句なしでの決勝進出ね。はい、いやもう本当にもうチャンピオン取るしかないっていう完璧なポジション取りでしたね。はい、弾きに弾いて嫌がらせしてそうですね。さあということで、ここからまた、集計に入りますが、はい、集計に入らせていただきます。次開始がちょっと集計の後に入れ替わりなんで、いいチームですね。まず集計させていただいてからだいたい10時10分ぐらいをめどにお願いします。10時10分、はい、はい、